野本氏は、日本の氏族。平安時代末期から、鎌倉時代前期の武士である、野本はじめ院が子祖とされる。元院は御家人として、源の頼朝の信頼を受け、武蔵国引群、野本の地に居住し、野本左衛門の城を称した。元院は、源義経の義経庭である、下神戸正義のこの寺院を養子とした。寺院は、あず鏡によると、 六原短大在職中の北条時盛の内居により、野戸守に就任したり、摂津国の死後にも就任している。寺院の弟である時元は、野本の隣の押水に従して、押水を名乗り押したりしの祖となった。野本氏は13世紀後半には武蔵国に関する、記録からは忽然と消えてしまう。しかし五味文彦は、あず鏡における元院のこの原服記事に着目し、 時の権力者北条氏以外のご家人で、玄伏記事が、あず鏡に採用されているのは、あず鏡の編纂された時期に、野本氏が鎌倉幕府の中枢にいた、あず鏡の編纂者と、特別な関係にあったことと推定している。このことを裏付ける事実として、あず鏡の原本やとの写本が存在した、金沢文庫から、北に三キロメートルほど離れた神奈川県横浜市。 金沢区富岡には、野本氏所有の土地が今も多数残っており、古くからこの地域の大地主であった。野本氏の菩提寺である寺明院には、寺明院海藻の墓地の近くに、野本氏の先祖代々の墓石が多数存在し、中には非常に古い年号の墓石が残っており、この地域に古くから野本氏がいたことは間違いない。また、 富岡にある波女八幡と呼ばれる、富岡八幡宮の元になった神社などには、王朝元年5月18日、突如、大津波に襲われて、長浜千軒は一夜にして海中へ飲み込まれ、助かった者が長浜から、富岡や一人沢などに住み着いた。という伝承が残っており、長浜は、金沢文庫と富岡の中間に位置し、王朝元年の大津波があった年代からも、 東鏡編産時期に野本氏が金沢文庫の近くで生活していた可能性が高く、そうであればゴミ文彦が推定した東鏡の編産者との関わりがあったことと矛盾しない。また、全くの余談であるが、金沢文庫は1897年に伊藤博文らによって再建されたが、それ以前に伊藤博文は 富岡野の元作材門の家を借りて、明治憲法の草案を起草していたという史実がある。新編三図本朝尊卑文脈系不造類要集には、元院は藤原鎌足の末裔として記されている。中富の鎌足夫人ふさを名しとり、藤継隆夫、次長俊人信用義信、伊広氏からため述べためよりよりもともと親、起因となる。ありがとうございます。